てですね、 iPhone ケースメーカーなんですけども、3つのブランドを持っておりまして、1つが16万円の iPhone ケーススクエアという、あらかじめお伝えしておきますと、弊社はですね、あまり頭は良くないので、いいものを作ろうと思ったら、本体値段超えちゃったという、そういうボンミスをしたという、ブランドですね。でもう一つが、世界36カ国展開しているアンドメッシュっていうブランドと、ネットだけで販売しているクリアケースのキンタという、ブランドになるんですけども、本日はですね、時間がないということなので、スクエアについて説明しようと思ったんですけども、衝撃の事実として、まだ iPhone7 用の商品が間に合ってないという状態でして、私はここに何しに来たんだって、こう自問自答を今ずっとしながら、何をプレゼンするんだというのがあったんですけども、せっかくなので本日はですね、時間いただいたので、スクエアの、誕生秘話を お話しさせていただこうと思います。で、弊社の、デザイナー兼社長の後藤というのがちょっと変わり者で、そういった話をなかなかしたがらないんで、おそらく私からじゃないと聞けないようなお話になるんじゃないかなと思うので、ちょっとお耳を貸していただければなと思います。時はですね、16年前、2000年にですね、弊社はダックデザインというデザイン会社からスタートします。で、アパレルのメーカーさんとか観光庁とかいろんなデザインを作ってたんですけども、弊社がiPhone ケースを作るきっかけになったのがですね、この iPhone3G、これをもともと後藤の方がですね、アップル製品非常に好きだったんですけども、これを見た瞬間にこれから来るぞと、で iPhone ケース作らなければというところで、作り出そうということになりました。ただその時はまたスクエア1万円程度の商品しか作ってなくてですね、高級路線に行くきっかけになったのがこの iPhone4 で、これを見た瞬間後藤はこう思うんですね。こんな角張った使い握り心地の悪い商品をあのジョブスが作るはずがないと。本当はこんな商品作りたくなかったはずだと。本当はジョブスなら 3G のようにこの丸みを帯びた商品を作りたかったはずだと。ただ、3G は樹脂なんで丸み帯びさせられるんですけども、4になってから金属になったんで、金属を丸みを帯びさせるっていうのは非常にお金がかかるんで、コスト面で、妥協したんじゃないかと。で、じゃあジョブスが、妥協して作りきれなかった iPhone、 完成させられなかった iPhone を、じゃあ私が、金属バンパーを、丸みのある金属バンパーを作ることによって、完成させようじゃないかということで、スクエアの、丸みのある金属バンパーの、プロジェクトがスタートします。ちなみに、ご説明先にしとくと、後藤とジョブスの関係は一切会ったこともないんで、全部妄想です。ジョブスの近い関係の人とも何のつながりもないんで、完全なる妄想だけでスタートが、プロジェクトがスタートしたというところですね。で、ただ何でも金属バンパーだったらいいのかっていうところでいくと、後藤にもちょっとこだわりがありまして、やはりそもそもはアップル製品非常にリスペクトしてるんで、その iPhone の形を、そぐらないようにということで、なるべく薄く、そしてなるべく軽くで、 iPhone ケースなんでちゃんと固く守れなければということで、超長ジュラルミンという超合金を使いたいということになるんですね。で、これが、ゼロ戦を作るために生み出された超合金で、今でもスペースシャトルとかそういう宇宙開発で使われている超合金なんですけども、それを丸みをつけてバンパーにしたいというところで、スタートするんですけども、そもそもそういったものを、その硬い金属を丸みを出せるっていうところが全然見つからなくて、日本中探したんだけど全然見つからなくて、岐阜県の関市という刀鍛冶屋さんの町に行った時に、初めて、その削り出しだったらできるよっていうところを、見つかりまして、でそこで作ることになると。ただ、そこの人はですね、原価が高すぎるからやめといた方がいいよって言われるんですけども、もう後藤からしたら1年半ずっと断り続けてるんで、もうお金いくらかかってもいいから作ってほしいっていうことで作ったら、原価が26万円かかったと。で、これ聞いた瞬間、私は倍かいくらにすんねんと、これやったら。で、ていうかもう見積もりが来た瞬間に止められんかったんかっていうのを思ったんですけど、後藤はちょっと感覚違くてですね、できたと、お金さえ突っ込んだらできるんだと。1年半ずっと断り続けてるんで、ちょっと感覚がもうバグってたんですね。で、これ高い理由としては、その金属の塊を刃物でどんどん削るんですけども、硬すぎるんで刃物がすぐ割れちゃうんですね。
なので少しずつ少しずつ削っていかないといけないんです。すごい時間がかかるのでお金がかかったと。でそこで、そのこの商品専用の刃物を開発するところから一緒にスタートして、で、この角度だったらこういう形の刃物を作れば効率的にもっと削れるんじゃないかっていうのを1年間かけて原価が2万円まで下がったんですね。でやっと後藤はこれで製品化できると、じゃあやっと売れるよということで、2万円で売り出すという最初に言いましたが、うちはそんなに頭は良くないです。お客さんが買いやすいお金はだいたいこれぐらいだろうと。その頃一番高い iPhone ケースでまだ7000円ぐらいが一番高かったんで、2万円でもこうちょっと頭悪いって言われてたんで、もうこれ以上高くするのは絶対無理だろうってことで、これで売ると。下ろした瞬間に赤字と、売れば売るほど赤字という。でただですね、そうすると、一気に売れると。で在庫切れになって4ヶ月待ちになって、どん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 出荷しても、ずっと4ヶ月待ちの状態が続いたんで、これちょっと5000円ぐらい多くもらってもいいんじゃないかということで2万5000円で、これはバンパーなんですけども、16万円の iPhone ケースっていうのは単純にその削る面積が多いのでその分高くなってると。で、16万円の iPhone ケースの方は、100分の1ミリの精度で削れるマシンで、刃物も120種類をこう取り替えながら作れるっていうのを使ってるんですけども、それで粗削りを1日に1個から2個ぐらいしか作れないんですね。でそれを最後は職人さんが手で、手の感覚の方が100分の1ミリより、高精に感覚が分かるので、それで検品してそれを全部手でヤスリで削って最終出荷するという形をしているので、高くなっちゃってるんですけども、そんなこんなで、ずっと続けてたらですね、最近やっとテレビに出てもらえ出してもらえるようになって、マツコの知らない世界とか中井くんの身になる図書館、所さんの学校では教えてくれないそこんなところとかで NHK の一品とか、あと、新宿伊勢丹さん、とか、バーニーズニューヨークさんのニューヨークの本店とかでも取り扱ってもらったり、この、リステアさんとかいうところで、取り扱ってもらうと。リステアさんのお客さんのほとんどが芸能人の方で、どういう方がいるんですかって聞いたら、佐藤さんが今イメージした芸能人全員うちの顧客ですというレベルのところに取り扱ってもらえるようになるという。ただこれ16万円ってどんだけよかろうが、iPhone 本体より高いんで、もうついつまは合ってないんですよね。なのでもし検討される方がいたら、ジュエリー的な感覚で考えていただければなと。守るとかではなくて、時計的な、時間を見るだけでも10万円、100万円とかいう時計ってついつま合ってないんで、それと同じ感覚で見ていただければなという。で今スリットを買ってるお客さん、中心はお医者さんとか芸能人の方とかが多いんですけども、大体そういった方が買う時計の値段が160万円ぐらいなんで、160万円のこうステータスが16万円で手に入るでっていうのが、私が自分でスリットを買うときに自分を説得するため の考えだったんですけども、だからその代わり私はもう時計を買わないと、時計買わないから、16万円でいいんだって買ったんですけど、この間ですね、衝撃的なことが、うちがですね32万円の時計、アップルウォッチケースを出すという衝撃を、ちょっとついつまが僕の中でまだちょっと心の整理がねついてないんですけども、ちょっとそこはまだちょっと検討していきたいかなと思ってます。で、要するにですね、不器用なんですけども、そこから、他のブランドに行くとメッシュのアンドメッシュとかキンタとか作ってるんですけども、これ単純に、考え方は一緒です。いいものを作りたいっていうところと、お客さんが買いやすい値段っていうのをやってるんで一緒なんですけども、こっちは、2000円と、3000円っていう低単価なのは単純に樹脂だから、安くできてるっていうだけで、基本的にはその16万円とかその辺のこうクオリティのそのものづくり の労力がこの3000円とか2000円で手に入ると思っていただければ非常にこうお得な商品じゃないかなと。で実はですね、この金太の方ですね、動画を作ってきたんで、それをちょっと説明させていただければなと思います。これがですね、
ジュン・オソンさんっていう非常に有名な、トヨタとかそういったの、テレビ CM を作ったりとか、あと火曜中とかそういうなんかあの NHK のアニメを作ったりする方にちょっとデザインしてもらって作った、メイドインジャパンでめちゃくちゃこだわってるんだよっていうことを伝えるためだけの動画を作ったんで、ちょっと見ていただければなと。で、商品の説明ではなくてメイドインジャパンでめちゃくちゃこだわってるということだけを伝えるための動画を作ったんで、ちょっと聞いていただければなと。これ音ってこれ流れるんですか？流れるんです。あ、流れてないですね、これ。すいません。あ、そういうことか。静止画だと惨劇に、あの音なしだと惨劇に。なんですけども。ということは、はい。じゃあ、まだ見ていただければなと。タイトルが食べれるかもしれない iPhone ケースというタイトルのやつなんで、これ今 Facebook で200シェアぐらいされてる動画になってるんですけども、またちょっと見ていただければなと思います。で、本日せっかくお時間いただいて、最後何が伝えたかったかっていうとですね、DAC という会社はですね、いいものを作るために不器用だけども手は抜かないよということだけが伝わればなと思っております。今言った原価が合ってないのってもう時効になったんで今言えるんですけども、ああいう原価が合ってない製品は、2個や3個ではないという事実です。あと、うちの製品が、非常に少ないという事実が、ちょっと見ていただければなと思います。あと、後ろにスリットあるんで、買わなくていいんで触りに来てください。16枚の iPhone ケース触ったよってネタにだけでもしていただければなと思うんで、また来ていただければなと。あと、ですね、うちの商品の特徴としてはフリーケアというサービスがありまして、6を買った方が、6S に変えるとき、6S の方が7に変えるとき、そういったときに、弊社の方に言っていただければ無償でオーバーホールするんで、少しでも長く使えるようにというサービスがあるんで、1年こっきりじゃないよという、ただ、7S とかがなんかめちゃくちゃ形変わった場合はちょっと対応しきれないんですけど、対応できる範囲内で対応するんで、そういったサービス名も見ていただければなと思います。では、本日ご清聴ありがとうございました。